古代の楽屋へようこそ。はい、皆さんおはようございます。というわけでですね、第2回目のラジオとなります。おかげさまでご好評いただきまして本当にありがとうございました。というわけでですね、前回に引き続いてやらせていただきたいと思います。はい、9月になりましたね。東京音楽大学は後期の授業が始まりまして、8月のあのうだるような暑さもですね、だいぶ落ち着いてきまして、もしかしたら今もですね、お昼はちょっと暑いのかなというふうには思うんですけれども、でもこう仕事終わって夕方とか夜にこう学校の外出ますと、こうちょっと肌寒いなと感じる日も出てきまして、ようやく秋になってきたんだなっていう風に感じます。外の空気の匂いもこう言葉でうまく説明できないんですけれども、こう秋の香りってなんかありますよね。なんか皆さんわかりますね。ありますよね。そういうのが感じられて、あーって季節感を感じております。ただ台風がですね、こうニュース見てますとちらほらと発生しておりまして、すごく心配だなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、皆さん本当に気をつけてお過ごしいただけたらなと思います。はい、それでは近況報告に入りたいと思います。ほとんどですね、私夏休みというのは、まあ、コンクールに出る学生がいますので、まあ、それに向けてレッスンしたりとか、あとは8月27日にですね、プリモ芸術工房でドビュッシーとムソルグスキーの2作品を弾くリサイタルがありましたので、それに向けた練習をたくさんしておりました。他にはですね、なんとようやく今更なんですけれども、ホームページ、まあ、公式ウェブサイトですよね、それを作りまして、私、まあ、2007年に日本音楽コンクール取らせていただいた次の年ですね、2008年ぐらいからこうちょろちょろとこう演奏会出させていただいておりまして、そこから計算しますと、まあ、14、5年ぐらいになるんですけれども、それ以来ようやくという感じです。全部手作りしまして、まあ手作りといってもですね、インターネット上にそういうこう作るツールみたいなのあるじゃないですか。そういうところを用いて、まあ、やったんですけれども、まあ、最初はですね、もう何が何だか全然わからなくてですね、もう自分でも何やってるかよくわからなかったんですけれども、まあ、やっていくうちにだんだんこう慣れていきまして、まあ、今ではですね、こう何かちょっとこう、あ、ここ不具合があるなみたいな時にですね、ちゃっとこう直せるぐらいには腕が上がりまして、あ、やってみたら意外と慣れるもんだなというふうに思いました。私の公式ウェブサイトの現在の目標としましては、まあ Google で検索した時にですね、まあ一番上に表示されるようにですね、まあ皆様にですね、たくさん検索していただいて、もう上の方に押し上げていただけたらなというふうに思っております。せっかく作ったので、うまく活用できたらなというふうに思っております。またですね、YouTube の方にですね、まあ昆虫の動画をですね、いくつか上げさせていただいておりまして、まあ現在もすでに、YouTube 上にまだ公開してないんですけれども、ストックが3本ありまして、まあ、全部トンボの動画なんですけれども、私のチャンネルの方ですね、チェックしていただけましたら幸いです。はい、それでですね、まあキノコのことなんですけれども、前回の放送でも触れましたので、今回も触れていこうかなというふうに思います。こちらもですね、YouTube の動画に上げさせていただいているんですけれども、杉平竹というキノコを見つけまして、まあ、このキノコ、まあ、動画見ていただけたらわかるんですけれども、昔は食用菌として食べられておりまして、私も子供の頃食べておりました。
ただまあとある事情というか重大な懸念事項といいますか、そのようなものがありまして、現在はですね猛毒菌というふうになっております。よく自分は今生きてるよなーっていうふうに思うんですけれども、まあラッキーだったのか、その条件でのみ毒になるのかっていうのがですね、まだよく解明されていないそうなのでね、自分は本当にラッキーだったなというふうに思っております。はい、というわけで、まあ最近ハマってる料理のコーナーになります。はい、そしてまあちょっと画面の方を変えまして、これはですね磯風味の卵丼というふうに自分は名付けているんですけれども、おそらく原価が100円しない、私が計算した限りでは100円しない料理でございます。まあご飯1人前に対しまして、ちくわが1本、玉ねぎがおおよそまあ大きいやつだと5分の1ぐらい、中サイズだとまあ4分の1ぐらいあってもいいのかなっていう感じですね。それと卵が1個、あとはですね100均とかで売ってるこう焼き海苔ってあるじゃないですか、磯焼き海苔、それをまあ1つまみぐらい、それと市販のお出汁と、あとはまあお醤油がちょっとあればできるんですけれども、最初にですね、まあ、ちょっとこう鍋にフライパンとかですね、あの親子丼作るような、まあ、鍋があれば一番いいんですけれども、まあ、そこに水入れてお出汁入れて沸騰させます。そこに玉ねぎを薄くスライスしたものを入れてちょっと煮て、そこにちくわを1本、まあ、同じようにですねこう斜めにこう切っていくんですけれども薄く、それも煮ます。そしてそこに磯焼き海苔っていうのがあるんですけれども、まあ、それを一つかみ、あ、間違えました。一つまみ入れます。まあ、それを入れることによって、こう、磯らしい、こう、風味っていうのが出てくるんですけれども、それも煮まして、そして、まあ、ちょっと醤油で味整えまして、そこに溶き卵を一つ分、こう、流し入れて、まあ、ちょっと軽く蓋をして、まあ親子丼みたいな感じですよね。それでこう卵がほんのりとこう固まるまでこう待ちます。でそれをまあ炊いたご飯の上にこう乗っけるんですけれども、本当にリーズナブルで美味しいですのでお試しください。というわけで近況報告でした。はい、それでは演奏のコーナーに入りたいなと思います。今回演奏いたしますのはドビュッシーの前奏曲第1週から第5番アナカプリの丘になります。アナカプリってなんぞやっていうお話なんですけれども、まあ、イタリアのナポリの南側って海になってるんですけれども、そこにまあ島がありまして、カプリ島っていう島らしいんですけれども、そこにアナカプリという町が存在しております。まあ、作品からこう私が想像するにというのはもちろんあのインターネットで調べると景色とか出てくるので、まあ、もちろんそういうのも見てるんですけれども、まあ、僕のイメージとしてはもちろん美しい景色だったりとか、あとは星の輝きだったりとか、あとはですね、作品の中に、ここはポピュラーな歌みたいなことが書いてまして、そういう歌ですよね。それをみんなでこう口ずさんで、こう楽しい時間を過ごしてるみたいな、なんかそういうイメージがある作品です。ただ、ドビュッシー自身はですね、こう前奏曲っていうのはまあ1週2週っていう風に全部で24曲あるんですけれども、作品のタイトルっていうのは曲の末尾に書かれてます。普通の作品っていうのはあの最初のページの上のところに大きくデカデカと書いてあることが多いんですね。ただドビュッシーの場合は曲の末尾にしかもカッコつけてあるんです。これっていうのがドビュッシーはまあ私はこういうイメージで作品を書きましたけれども、まあ演奏者にそれは強制しませんよという、
ことらしいんですね。まあ、なので、まあ、演奏者はですね、そのタイトルに縛られず、自分なりに思ったイメージがあれば、それを演奏すればいいということなんですけれども、まあ僕がどういうふうに思ってるかっていうのはですね、まあちょっと内緒にしておこうかなというふうに思います。ね、それを話してしまったらなんだか面白くないじゃないですか。私の演奏を聞いていただいて、皆様が、それぞれのイメージを持っていただいて、私はいいと思っておりますので、私はそういうところ、一切縛ったりとかですね、強制したりとかは、一切いたしませんので、ちょっとこう、イメージしながら聞いていただけたらなというふうに思います。それでは、お聞きください。はい、お聞きいただきましてありがとうございました。ドビュッシーの前奏曲第1週より第5番アナカプリの丘でした。はい、それではここからは質問コーナーとさせていただきます。前回のラジオの後にいくつかですね、質問いただきまして本当にありがとうございました。ちょっとそれらについてですね、答えていこうかなというふうに思います。一つ目の質問。
表現手段としてピアノを選ばれた理由はありますか？結構いきなり難しい質問ですね。私の身近なところに鍵盤楽器がありましたので、というのは、私が幼稚園生の頃っていうのは、ミッション系だったんですけれども、よく先生がですね、オルガンで伴奏を弾きながらみんなで賛美歌歌ったりしてたんですね。なので鍵盤楽器というものに興味を持っていたんですけれども、でもその中でピアノを選んだっていうことですと、やはり自分の意思で、音量変えやすいっていうのはあるのかなとは思います。昔の電子系の鍵盤楽器っていうのは、弾きながら、クレッシェンドとかディミネンドって書けるのって結構難しかったんじゃないかなというふうに思うんです。その中でもピアノっていうのは自在に音をコントロールできるっていうことがありましたので、だからピアノかなっていう感じではありますが、ただ一番の理由としては、小学生、1年生の頃なんですけれども、鑑賞教室でピアノを弾きに来た方がいらっしゃいまして、で、その方のモーツァルトのトルコ行進曲を聴いて、僕は、ピアノがやりたいとなって、親に頼んでですね、ピアノを買ってもらって、で始めたといういきさつがあります。はい、2つ目の質問。ピアノ以外に好きな芸術、絵、映画、本、スケートなどなどはありますか？そうですね、私ルノアールの絵なんかはすごく好きで、美術館で見るとずっと見てられる人なんですけれども、ああいう温かみのある絵っていうのはすごい好きですね。他にはですね、本はその昔あんまり読まなくてですね、というのはそういう人間だったので、それこそ2007年にですね、音コンで1位取らせていただいた後にですね、私のピアノの先生から、あなたは本当に本読まないんだからと言ってですね、本を20冊ぐらいプレゼントしていただいて、もちろん今でも家にあるんですけれども、その当時というのは、先生すいません、本当に申し訳ないんですけれども、本読むっていうのが本当に好きじゃなかったので。ただ今はですね、ちょっとシューマンのクライスレリアーナにハマっておりまして、なんでハマったのか自分でもよくわからないんですけれども、急に弾きたくなりまして、で、その作品っていうのがですね、ホフマンという、作家がいるんですけれども、幻想文学とか言うらしいんですけれども、その中に入っております、クライスレリアーナという、作品があるんですが、そこから影響を受けた作品ということで、ちょっと興味を持ってですね、読んでるんですけれども、本当に面白くてですね、ロマン派の時代の作曲家だったりとか、その音楽界の事情みたいなところも書いてありまして、ロマン派って、こういう時代だったんだって、音楽家ってこういうことになってたんだっていうのがですね、分かってすごく面白かったです。他に私が興味があるのがですね、食器類なんかはすごく興味がありまして、特にその中でも氷コップと呼ばれる、古いガラスの、器ですよね。それこそかき氷食べるための器らしいんですけれども、僕それ見るのがすごい好きです。本当にカラフルですし、それこそ紫外線当てると、中にちょっとウランか何かの成分が入ってるから、色が黄色っぽく光ったりとかですね。そういう作品が多いみたいなんですけれども、私も一つ、所有しておりまして、氷コップなんですけれども、ワイングラスみたいな形してるので、私はそれで飲み物を飲んで、ノスタルジアに浸るというんですか、そういう風なことをして楽しんでおります。はい。3つ目の質問です。ピアノはどのくらい練習してますか？
これ結構難しい質問ですよね。最近は大学でピアノを教える仕事っていうのを結構やってますので、まあでもそれでも、まあ、レッスン始める前ですよね。朝いつも9時からレッスン始めてるんですけど、そのまあ1時間ぐらい前には学校に来て練習して、まあだから1時間ぐらい朝練習できます。あとは夕方レッスン終わってでから、まあ、学校が閉まるちょっと前ぐらいまでですかね、まあ3時間とかできるので、まあ平日まあおよそ 3,4 時間くらいで、休日はもっと多いですね。でも 6,7,8 時間ぐらいはやってるんじゃないかなというふうに思います。というわけで質問コーナーでした。はい、ここまでラジオをお聞きくださりまして本当にありがとうございました。ここからちょっと演奏会の宣伝をしたいなというふうに思います。10月1日なんですけれども、岩手県民会館大ホールでですね、岩手芸術祭という、イベントがございます。第75回のイベントということで、ちょっとこう記念すべき会になるんですけれども、そこでですね、第3部で岩手のジュニアオーケストラとの共演がございます。ベートーベンのピアノ協奏曲第5番、変歩調調作品73、皇帝の第一楽章を演奏いたします。またですね、10月22日にはですね、盛岡市民文化ホールの小ホール、10月23日にはピアナリウム坂本さんというですね、まあ、練馬区にサロンがあるんですけれども、そこで2日間、チェリストのですね、堀江真紀夫さんとリサイタルをやらせていただきます。とってもいいプログラムです。シューマンのアダージョとアレグロから始まりまして、ミアスコフスキーという日本ではあまり演奏されないロシアの作曲家がいるんですけれども、彼の書いたチェロソナタの第2番、そしてラフマニノフのボカリーズ、これで休憩ですね。それで後半がですね、ドビュッシーのチェロソナタとメンデルスゾーンのチェロソナタの第2番という結構ハードなプログラムなんですけれども、とっても楽しみにしておりまして、まあ、そちらの準備も今着々と進めておりますので、もしよろしければですね、ぜひお越しいただけたらと思っております。はい、それではですね、今回も結構長いラジオになってしまったんですけれども、この辺で終わらせていただきたいなと思います。また質問等ございましたら、コメントだったりとか、ツイッターのダイレクトメッセージだったりとかでいただけたらなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。さようなら。